日産リーフは日産インテリジェントモビリティのアイコンとなるモデルです。今回日産リーフに加えて航続距離と出力をさらに向上させた日産リーフ E プラスをラインナップに追加しました。リーフは通勤や買い物といった日常から週末のロングドライブまで様々なライフスタイルやニーズに応える電気自動車です。日産リーフ E プラスはリーフが持つダイナミックなエクステリアや高い空力性能、広い室内空間を踏襲しながらよりパワフルな出力とより長い航続距離を実現しました。 E プラスの航続距離は日産リーフから約 40% 向上しています。これによって1回の充電でより遠くの場所へドライブすることが可能となりました。バッテリーパック内部の構造を見直すことによってパックのサイズアップを最小限に抑えながらもより多くのセルを搭載しエネルギー密度を向上させています。山道や高速道路でもバッテリーの残量を気にすることなくリーフのパワフルな走りを楽しむことができます。動力性能に関しては日産リーフでも非常に高い評価を得ていますが、リーフ E プラスは最高出力を 160kW、 最高トルクを 340Nm まで向上させました。それによって特に高速道路の合流や追い越しなどのシーンでより力強い加速を実現しました。日産リーフ E プラスは今後普及が見込まれる次世代急速充電器にも対応しています。より早くより多くのエネルギーを充電することができるようになります。日産リーフは日産インテリジェントモビリティを体現した車です。そしてリーフ E プラスにもそれらの技術が数多く搭載されています。日産は電動化技術や知能化技術によってゼロエミッション、ゼロフェータリティ社会の実現を目指します。そして日産リーフは環境への配慮だけでなく高い静粛性や気持ちのいいドライビングフィールなど EV ならではの新しい体験を提供します。また日産リーフは移動のツールとしてだけでなく日産エナジーシェアによって新しい価値を創造します。日産の EV に貯めた電力を家やビル、電力網で活用することによって電力のピークシフトに貢献したり停電時のバックアップ電源になります。今回日産リーフのラインナップにリーフ E プラスが加わりました。日産リーフ、 Simply Amazing。